幽霊坂は日本に数多くある地名の一つ。三田の幽霊坂本校で扱う幽霊坂は道二字で幽霊坂とも記されるところの東京都港区三田四丁目に所在する坂の名称である。他の幽霊坂との明確な区別が必要な場合は三田の幽霊坂と呼ばれる。当地は江戸の昔から幽霊坂と呼ばれているが、 その名の正確な由来は不明である。他にもある、幽霊坂と同様に漢字では、幽霊坂と記すのが通常であるが、幽霊坂と記す場合があり、下記の通り、双方に由来説がある。ただし、後者の説は、定説ではなく、むしろ単純に、幽霊が持つ、負のイメージを嫌って、地域に、ゆかりの人物名にこじつけたと考えるのが自然である。 国道1号から上り、正坂と交差し終わる。左右に寺院が並び、勾配は途中からかなりきつくなる。昭和40年代までは坂の上から見た麻布方面が一望できた。小田小学校への通学路にあたり、後年になって歩道が完備されたが、ガードレールまでは設置されていない。幕末には坂上に次のような寺院が立ち並んでいた。 移転した聖泉寺以外は現存する。国道1号から歩いて東京特部にある他の幽霊坂及び幽霊坂の一部を記す。ありがとうございます。